はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー、私のね、トスのサークルにいるメンバーで、教え子がなんと同じ職場の先生になったと、えー、いう方がいます。で、その方がですね、えーまあ、ご自身の授業どうだというふうに、そのね、えー、教え子で先生になった、ね、先生に聞いてみたそうです。えー、するとですね、えー、今ね、こう、見ている先生の授業と変わりませんよと。 えー、本当に活動が多くて忙しかったとこう答えたらしいですね。えー、そうですね、えー、以前からね、例えば水野先生村野先生や私も言ってるんですけどもね、そのぼーっとしたり、ねえー、あくびをするような子はまずいませんでしたというような話をしたんですけどもね、えー、授業における集中力、いかにこう保つか、または意欲を引き出すかという点での,この活動が多いというのは非常に重要なポイントです。 もうね、先生が説明をして黒板に書いて写すと、えー、こういう単調な授業では子どもたちの集中力を維持することはできません。えー、今日はですね、ちょっとね、あるメモが見つかりましたので、それをもとにね、例えば吉田はどのような活動をしていたのかという話をさせていただこうと思います。 はい、えー、これはですね、支援さんなんですけどもね、えー、もちろん教員を目指していた方で、その後ね、教員になる方なんですけども、若い先生でした。あのその先生がですね、えー、私の主に社会科の授業を見ていたんですね見て、見ていたと言いますか、支援をしてたわけなんですけどもね、えー、その時のね、えー、感想をね、 よかったらメモに書いて渡してくれないというような話をしたんですね。これすっかりもう私忘れたんですけどもたまたまそのメモが見つかりました。今日はそのメモからですね私が日常的な授業でどんな活動をさせていたのかということをね紹介していこうと思います。えー、地名探し授業が始まる前や休み時間にも各自で取り組んでいる児童も地図に目を向け 地名を覚えるようになる、競うことで楽しく取り組むことができるということで、まあ、地名探しを授業の冒頭でゲームのようにしていたんですよね。子どもたち、これ非常にね楽しみにしていました。えー、次、児童が答え,答えやすい意見を持ちやすい発問をすると。 えー、そして、どのように考えた理由を書かせ、発表させると。そうですね。通常の授業でもね、発問を出して、えーね、理由を書かせるということをやらしていましたね、えー。児童同士で意見を交換すると。自分の意見、考えを主張する場を設ける。他の児童の意見に耳を傾け、その上で自分の意見を持つことができるということで、まあ、基本的にね、私は二者択一的な発問ですね。A ですか、B ですかとか。 賛成ですか、反対ですかというような発問を出していましたから、そういう中でね、えー、自分とは違った意見を聞くという場を設けていました。はい、次ですね、えー、取り組みやすい作業を入れる。地図を書かせ、その地図に書き込む。作業を通して学ばせるというふうに言いましたね。社会科ですがね、えー、私はね、またあの教師が説明したものを写すというよりはね、何かしらの作業を子供に与えて、えー、地図を書かしたり、 トレーシングンペーパーで上から写したり、書き込ましたりと、そういう活動を必ず入れるようにしていました。えー、次にですね、えー、資料グラフなどに目を向けると、資料などを参考にすることで意見を持つことができると。えー、私はですね、資料を解説するというようなことはほとんどやりませんでしたね。むしろ資料を提示して読み取らせて、子どもたちが読み取ったことから授業をすると。 こうやってざっと見てもね、社会科の授業で私がやってることをほぼ網羅できてると思うんですよね。はい、資料、グラフの読み取り入れられました。それから取り組みやすい作業、特に地図を書く、これやりましたね。で、発問を出して意見を交換すると、このようなこと。その上に、まあ、地名探しということをやってたわけですよね。こういうふうにね、活動を中心とした授業を組んでいくと、本当に子どもたちにとっては、ある意味ね、忙しい。 授業になってきて、きそれこそぼーっとしていたりね遊んでいたりすることはないし、えー、私自身はですねその一つ一つの活動がね子どもにとってやりがいのある楽しいものになるようにというふうな工夫を重ねてきましたはい、えー、それではセミナーの告知です「授業づくり講座8子どもが動く社会科授業高学年編」 えー、令和5年12月27日水曜日午後8時から午後10時、えー、冬休みの期間中に実施します、えー。参加費は1000円です。たくさんの先生への参加お待ちしております。